ベントが始まります。この曜日 NWA 世界ヘビー級タイトルマッチジャンボ鶴田試練の10番勝負を迎えようとしております。チャンピオンのテリー・ファンクがタイトルを取ってから海外での初めてのタイトルマッチでございます。ご覧いただきますようにジャンボ鶴田の大変な熱烈なファンでありますトミーズ・チアーガールズ30名そして母校の中央大学応援団がジャンボ鶴田に声援を送りました。セコンドには音帯のジャイアント馬場がついています。さてこれよりチャンピオンの入場を待ちますがすでにリングの中に入りました。 NWA の世界ヘビー級チャンピオンテリー・ファンクです。試合に先立ちましてこの放送のスポンサー遺跡農機木桜酒造大塚グループ横浜ゴム日鉄サッシ小林農工より花束の贈呈でございます。セレモニーに先立ちまして両選手そしてレフリーに花束が贈られました。今日のこのタイトルマッチレフリーは NWA のオフィシャルレフリー城樋口さんです。お耳に達しているかと思われますがこのタイトルマッチの立ち会い人であります NWA 役員のジム・クロケット・ジュニアに日本テレビから花束が贈られました。これまた恒例になりました。第1戦第2戦の時もそうでしたが今夜の対戦のファイトマネーもアマチュアレスリング協会に当てられることになっております。今ジャンボ鶴田選手から八田会長にそのファイトマネーが送られました。ご覧いただいておりますのは金色3000たる NWA の世界のチャンピオンベルトでございます。この試合は NWA が認定する世界ヘビー級選手権であることを宣言いたします。ナショナルレスリングアライアンスジャック・アトキス戦 NWA 役員のジム・クロケット・ジュニアによって選手権試合の宣言が行われまして現在リング上では八田一郎選考委員長によりましてジャンボ鶴田試練の10番勝負の宣言が今読み上げられているところでございます。やや緊張の面持ちチャレンジャーのジャンボ鶴田であります。さあ世界一価値あるチャンピオンベルトこれがジム・クロケット・ジュニアに一時返還されました。果たしてジャンボ鶴田がこの価値あるチャンピオンベルトを獲得することができるでありましょうか。その可能性は十分です。一時本部席に預けられます。さあ型通りのセレモニーが終わりましてこれからいよいよ両選手の紹介が行われます。チャレンジャーがジャンボ鶴田チャンピオンはテリー・ファンクです。NWA の若手ナンバーワンに成長しておりますジャンボ鶴田タイトルを取ってから日本遠征は初めてです。第51代 NWA 世界ヘビー級選手権者テリー・ファンク。さあいよいよ山田さん大変な一戦を迎えました、ジャンボ鶴田にとりましては世界の NWA のヘビー級のタイトルは海外と合わせますと今夜が5度目のチャレンジャーそうですねとなりますね、しかしもうやはり世界最高の座のですね NWA 世界ヘビー級タイトルマッチということで本当にあの緊張した空気がピーッと張り詰めてますね。本当ですね、まあ、ただね私あえて言いたいんですが客席は緊張するのは構わないんですよね、はい鶴田君には緊張してもらいたくないですね。なるほど。もう本当にねリラックスして戦わないと、はい、この精神面でのバランスが崩れた場合に一番怖いですね。そうですね、
私は控え室に1時間前とそれから30分前と10分前と3回訪ねたんですけれども、だんだん緊張が伝わってくるような感じがしましたね。やはりね、これだけの王座に挑もうということですからね、まあ、緊張するなという方が無理かもしれませんが、とにかくできるだけリラックスして自分の持っているものを 100% 出してほしいということですね。そうですか。それで私の目から見てですね、はい、もし鶴田が 100% 出し切れば十分に勝てると思うんですよ。1本目のゴングが鳴っております。ご覧のようにノーコンのトランクス、粋なトランクスを身につけましたチャンピオンのテリーファン、赤いトランクスがご存知のジャンボ鶴田であります。さあ主導権争いになりました。グランドの展開であります。1本目の勝負、鶴田の手がテリーファンクの首のあたりを捉えました。どちらがポジションを取るか、高らかに鳴り響く中央大学応援団です。母校の応援団30人、そしてジャンボ鶴田のジャンボファミリーというファンの集いがありますけれども、そこから選び抜かれましたトミーズチアガールズ30名の大変可愛らしい応援団も駆けつけています。しかし両者とも動きは早いですね、はい、スタートから、ね、それとね、もう一つテリーファンクがですね、来日直前にすごいビッグマッチを2つやってきますね、アメリカで、はい、これ4日にですね、セントリスのキーローでトニオンでジン・キニスキー、そしてその次の5日にですね、フリッツ・フォン・エリックとテキサスでやってきます。この辺りを見てもですね、ペリーがいかにこの鶴田君に相当な意欲を燃やしているかということが分かりますね。はは、相当ベテランのチャレンジャーを選んだそうです。ね、これには何か意味があるんですか。やはりね、このベテランとやって自分の力をですね、とことん試して、そしてコンディションを万全にして日本に乗り込んできたと、はい、いうことでしょうね。なるほど。去年の12月の10日、ジャック・ブリスコを破りまして新王者になりましたテリー・ファンクであります。しかしこの腕殺し一つにしても力が入ってますね。そうですね、左の腕を取られましたジャンボ鶴田。音体のジャイアント馬場が試合前に入念な注意をしておりました。私そばで聞いていたんですけれども、まず実力的にはお前は五分と五分の力で勝ち勝負ができるんだから正々堂々と戦えというようなことを言っておりました。素晴らしいエルボーバット3連発、そして足をフックさせました。すごい腕折りですね。そうです、しかもね、ただ単に腕を折っているだけでも非常にスピーディーですね、はい、今顔面を肘でこすり上げてますね。さすがに世界の実力者、最高位を取りましたテリーファンク、第51代の世界ヘビー級の選手権者であります。ちょっと苦しくなりました。先手を取られるジャンボ鶴田。馬場さんの話の続きになりますけど、山田さん、このテリーファンクに勝つためには自分のキャリア運動を忘れることだということを言ってましたね。そうですね、無心でぶつかることが第一条件と、こういうふうに言ってますね。そうなんです。やはりね、馬場選手がですね、テリーとぶつかる場合には自分の方が先輩の世界チャンピオンだと、いうことがありますんでね、はい、リングの上に上がってぶつかり合っても食らい負けというのはないでしょう。そうですね。ところがやはり鶴田の場合ですね、はい、やはりそういうものが相手が世界チャンピオンだということで精神的に押される部分というのがあるかもしれません。そうですね、両方の肩の腕にテリーファンクを乗せました。さあどういうふうにいきますか。おっとおっと、どうやらフェアに行くようです。トップロープ対角線上に運んできました。相手は世界チャンピオン、敬意を表しました。非常にすがすがしいですね。そうですね、このタイトルマッチ試合開始前からそうだったんですけれども、かつてのユースヘビーを争ったブッチャーとそれからザ・デストロイヤーのような血みどろの因縁の対決、試合前から何か起こりそうな気配、そういったものはほとんどないですね。非常にすがすがしいですね。これはね、2人の人間性でしょうかね。ジャンボ鶴田の場合ですね、はい、いつも正々堂々ですね、はい、ぶつかっていきますよ。そうですね。さあ力比べだ、相手は世界チャンピオン、どういう風に逃れますか。どうやらブリッジでディフェンスを見せるようです。ジャンボ鶴田、うっすらと汗、さあ力を加える、アームロックに取っている、アームロックに取っている、ガーッと力で持ち上げる、素晴らしい力だ。鶴田
回打ち勝ちました。逆を取った。今度は反対に逆を取る。うまいですね。うまいですね。あの以前のテリーですとね、ここで諦めちゃうんですがね、はい、やはり世界チャンピオンになったら違いますね。そうですね。もうこんなね瞬間のことで絶対諦めずに逆転していきますね。ラフなスタイルの大好きな陽気なテキサス人というような感じのいたしますテリーファンクです。山田さん、羽田に着いた時の服装が本当にびっくりしましたですね。そうですね、もう本当にね典型的なテキサス人、はい、もういわゆるビッグテキサンという感じですね。そうですね。ガンガナオハントにジーンズで来日を果たしました。そのテリーファンクであります。第51代の世界ヘビー級選手権者、188センチ、118キロです。大変陽気で激しい気象。お兄さんのドリーファンクジュニアとは正反対です。ダブルアームロック、ダブルアームロックですね。ダブルハンマーにして、そうですね、絞ってますね。キッチンウィングのような感じですけど、今頭をくっつけましたね。あっといい体勢に入りました。いい体勢に入りましたが、これは鶴谷もいい体勢じゃないですか。そうですね。今逆を取りましたね。これは一進一退の力比べです。さあ力が入る一戦になりました。7200人のお客様、もうジャンボ一色に塗りつぶされております。蔵前国技館です。あっと返されました。サーフボードホールド体勢に持っていかれました。リングの中央です。ちょっと不利な体勢。あとヘッドバットですね。ヘッドバットですね。両方の腕を取られてるだけに防ぎようがありませんね。そうです。ダブルアームに取っておいて背骨のあたりにヘッドバットですね、はい。まあさほど大きなダメージではないでしょうけど、むしろ腕の付け根の方が応えますね、はい。城秀樹さんが言っておりましたけれども、非常に切り替えのうまさが目につくということを言っておりましたが、今のところなんかそうでしょうね。そうです、さあどうでしょう。ちょっと4つの体勢、大歓声が負けを取る蔵前国技館。さあ打ち勝つか鶴田、打ち勝つか。もう少しだ、打ち勝った。逆を取った、大歓声。トミーズチアガールズのお嬢さんたちも飛び上がって喜んでいます。トミーというのはアメリカでのジャンボ鶴田のニックネームです。激しく気合を入れます。ジャンボ鶴田、試練の10番勝負3番手、大戦のバンガニア、そしてラッシャー木村、ともに引き上げています。山田さんね、この10番勝負の2戦終わりました、ともに引き分けでしたが、ある批評家はちょっとだらしないんではないかということを言っております。ジャイアント馬場はですね、負けではないんだから、実力が出てきたんではないかと、こういうことを言ってますよね。本人もやれるところまではやったんだから、これからを見てくれというようなことを言ってますよね。山田さんどう見ますか。そうですね、やはりね、10番勝負の相手というものは日本の全国のファンの方々の投票によって、まあ、候補選手が決まったわけですね、はい。もうですから言うまでもなく、世界のマット界を代表するような一流中の一流選手ばっかりですね。そうですね。ですからね、これはわずかキャリア4年のですね、ジャンボ鶴田がもちろん勝てないとは言いませんけどね、しかし引き分けても不思議ではないと、むしろ私は今のところよくやってると、はい。しかも私が高く評価したいのは、あのバンガニア第一戦ですか、はい、バンガニアからスープレックスで堂々とワンホール奪ってるという事実ですね。そうですね、これを高く評価したいですね、はい。とにかくこの試練の10番勝負というのはね、私に言わせてもらえば、勝つ負けるというよりもジャンボが全力を投入してぶつかっていくと、もう最大のいい試合を見せるというところにあるんじゃないかと思いますね。そういうことですね、さあアームロックの攻撃であります。余っている右手でチョップを打ちます。テリーファンク、その10番勝負の選考委員長であります八田一郎さんもこの試合に先駆けまして、いろいろとメッセージを送ってくれました。ちょっとご紹介してまいりますと、頑張れ鶴田よ、自分より強い相手に胸を借りるのは格闘競技の世界では心身伝馬の最上の方法である。ぶつかり叩かれ、むしゃぶりつき、投げられ、向かっていき吹き飛ばされる。この過程のうちに強い精神力、体力、技術が培われていく、というようなメッセージが寄せられています。
さあ体を入れ替えました。チャンピオンのテリーファンクラー、さあバックを取った、バックを取った、佐賀さん抑え込み、佐賀さん抑え込み、チャンスだ、チャンスだ、カウントはどうだ、カウントはどうだ、カウントは不十分、カウントは不十分です。いい体勢から行きました、佐賀さん抑え込み、汗が飛び散るジャンボ鶴田。このね、逆さ抑え込みですがね、前チャンピオンのジャック・ブリスコ、そしてドリー・ファンクジュニアがよく使いますね。よく使いましたね、これをね、鶴田がよく覚えてますね。もう体でできてますね、そうですね。しかしそれを跳ね返したテリーもさすがです。はい、もう皆様、ファンの皆さんご存知のように、このジャンボ鶴田がアメリカ修行中にアマリロでこのザ・ファンクスのお世話になりました。もう兄貴のように慕ってるわけですからね。そうですね、ヘッドパットを一発見舞う、そして左の腕を取るリストロックに行きました。ジャンボ鶴田でやります。今のところ一進一退、五分に渡り合ってますね。今のところね、一歩も引きを取らずぐんぐん攻めてますね。しかしまあテリーはね、自分自らも言うように、もう攻めて攻めて攻めまくるチャンピオンだと、はい、これはもう防御というのは大嫌いだというふうに言ってますからね。そうですね、攻撃一辺倒というようなことも言ってましたですね。そうです。どちらかと言いますと、前チャンピオンのジャック・ブリスコは守りの中から何かこの新しいテクニックを見出して、ピンフォールにつないだチャンピオンでしたね。そうです、守りのチャンピオンでしたね、そういったところが違います。第51代の NWA 世界ヘビー級選手権者テリー・ファンクであります。それといわゆるその同じ兄弟でもですね、ドリファンクジュニアの方はやはり物静かな、はい、ミスタークールというニックネームをもらっている選手でしたので、ね、はい、このテリーの場合は同じ兄弟で、それからミスターエキサイティングですね。なるほど、エルボーバットを見舞いましたテリーファンク。今ご覧いただきましたようにサウスポーです。サウスポーのチャンピオンテリーファンク、さあ対角線上に投げ飛ばした、あった巻き投げ、いいタイミングで捉えましたジャンボ鶴田。山さん、先ほどのお話ですが、お兄さんのドリーファンクジュニアはこの弟のことを時折クレイジーテリーというふうに呼んでますね。そうです、これは非常に悪い意味じゃなくて、彼のまあ陽気で、それから激しい気性を言い表した愛情の表現と見ていいでしょうね。そうなんですね、やはり自分とあの対照的ですからね、はい、ドリーファンクジュニア、そしてテリーファンク、2人の兄弟の世界チャンピオンを生みました。ドリーファンクシニアは現在テキサス州アマリロ郊外のキャニオンに静かに眠っております。息子さん、タイの息子さんのこのテリーのチャンピオンになったのは知らないわけですね。そうですね、さて場外に放り投げました。すかさず入り込みます。おっと、場外での乱闘はしたくないといった感じですね。両方ともやはり、堂々と四角いジャングルの中だけで戦います。激しい拍手、お客さんももう本当に満足そうです。立ち合い人のデビー・クロケットジュニア、そして八田一郎会長、テリー・ファンクのセコンドには同じくテキサス州の出身でありますボブ・ガイゲルがついています。現在ジャンボ鶴田のセコンドには参謀役として高千選手がついています。ちょっと息が苦しいかジャンボ鶴田。しかしテリーファンクの左の腕をがっちりと取って離しません。腰に巻きつけました。ちょっとバックからの攻撃ですとバックドロップがありますが、どうでしょう、うーっと大きく天井に持ち上げたアトミックドロップ、アトミックドロップ、そしてエルボードロッパー自滅、巻き投げで取る、巻き投げで取りました。一進一退の攻防、堂々と渡り合うジャンボ鶴田、世界の輝ける星、相手は現役のチャンピオンです。好勝負ですね山田さん。そうですね、やはりね、あのテリーがね、思ったよりね、あの向きになって攻めてきてますね。だこういうところをやっぱりジャンボはうまくついていくべきですね、はい、山さん、世間一般ではジャンボ鶴田には4つのスープレックスがある、
このスープレックスを徐々に出していけばタイトル奪取も夢ではないというようなことを簡単に言いますが、この4つのスープレックスをですね、テリーファンクが簡単に受けますかどうかね。問題はそこですね。問題はそこですよね。体当たりジャンプした、体当たり打ち負けた。打ち勝ったのはテリーファンク、しかしちょっと前のめり。あった、ダブルアームの体勢だ。人間戦車対角線上に放り投げました。そのままカバーに入るか、ゆっくりとカバーに入る。足を投げ出した、足を投げ出しました。釣れた、テリーの人間風車いかがですか。そうですね、ちょっと位置が低かったですね、はい、さあ今度はジャンプしたのはテリーだ。おっと、ジャンボ釣れたも、ジャンボジャンピングを見せた。バックから捉える回転エビ固め、ボーリングクラッチホールド、崩れた。もう一回ジャンプ続けていく、立て続け、二度目の挑戦だ、どうだ。来た、二度目の挑戦、ボーリングクラッチホールド、立て続けに2回確保いたしました。2度目に決まりました。世界チャンピオンを打ち破る1本目、なんと鶴田やりました。第51代 NWA 世界ヘビー級選手権者テリーファンから堂々1本を奪いました。今の作戦は良かったですね。作戦でしたね。おそらくね、テリーはね、1回目のローリングクラッチを外したんで、ふっと気を抜いたんでしょう。1本目は未完成でしたからね。そうです、その気を抜いたところをすかさずね、もう一度同じ技をかけていった。この鶴田君大したもんですね。ジャンボ鶴田戦勝でやります。タイトルマッチ、ジャンボ鶴田試練の10番勝負第3番手、いよいよ2本目であります。先手を奪いました世界の輝ける星、ジャンボ鶴田見事なローリングクラッチホールド成功させまして、テリーファンから1本奪いました。だいぶ山田さん戦勝しましたので、ジャンボ鶴田有利になりましたね。うん、おそらくね、あの1本を取ったというその表面的なことではなくて、相当精神的にね、楽になったと思います。ああテリーファンクの方が後がありません。世界最高峰の NWA の世界ヘビー級王者、このテリーファンクのお兄さんのドリーファンクジュニアが第46代、47代がハリーレース、これもサウスポーでした。48代がジャック・ブリスコ、そして49代がジャック・ブリスコを破ったジャイアント・ババ、そして50代がジャック・ブリスコ、51代がテリーファンクであります。さあ猛然と打ちに行きます。そのテリーファンク、その倍以上の力強さで跳ね返しました。ジャンボ鶴田負けてませんね、一つ一つ残ってもね。しかしテリーがとエキサイトしてますね、リング上手4つの体勢であります。表情が変わりました。テリーファンク後がありません。さあここで猛然と襲いかかってほしい、そういった気持ちでしょう。7200人の上前国技館のお客さんであります。手4つの体勢、フィンガーロックに行きました。おっと猛然と正面からネックブリーカードロップ、テリーファンクネックブリーカードロップを見せました。ちょっと後頭部を打っている、そのまま抑え込み、超人的なバレで跳ね返しました。さらに襲いかかる、あっと首折りですね、ネックブリーカーですね。そうです、素晴らしい全身を預けるネックブリーカー、首折りです。そのままあっとちょっと失神状態のジャンボするか、がぜん部が悪くなりました。2本目必死で攻める、今度はパイルドライバーか、連続大技。まだ2本目始まってからほとんど時間が経ってませんが、ものすごい速射砲大型攻撃、あっとカウントは2で跳ね返した。しかし危ない、危ないですね。完全にジャンボ鶴田の動き止まっています。とにかくロープに逃げた方がいいですね、はい、こういう場合は。若さのあのバレがありません。場外に放り投げた、ちょっと意識を失っていますジャンボ鶴田。
おっと深追いしますか、深追いしますか、テリーファンク、テリーファンクがやってまいりました。エプロンに、あっと場外で今フライングメイヤー首投げ見せましたね。ドロップキック、場外でのドロップキック、これはたまりません。場外でドロップキックを見せるレスラーが他にいるでしょうか。場外で見せましたテリーファンク。さあカウント10の以内に入らないといけません。頭を打っている、頭を打っている、ふらついている。カウントが続くぞ、カウントが続くぞ。今トップロープに手をやった、今度は鉄柱に持っていった、額を持っていった。さあ額が切れるかどうか。ちょっと打たれっぱなし、2本目猛然と襲いかかる世界チャンピオンテリーファンク。素晴らしい波状攻撃ですね。そうです、全く休みなしですね。やはりこういうところはね、世界チャンピオンですからね、一つチャンスをつかむと畳み込んできますね。そうですね、素晴らしい叩き込み、畳み込み。ちょっともうグロッキーであります。完全に動きが止まりました。ちょっとうつろな感じですね。そうですね、意識を失ってますね。やはりこういう場合ね、爪をやっと開きました鶴田です。思い切ってロープに逃げた方がいいですね。ロープに逃げた方がいい、はい。しかしいいポジションを取っているのはテリーファンクの方が髪の毛を掴んで引きずり落とす。2本目はもう一方的にテリーファンクのペース。鶴田いいところありません、鶴田いいところがありません。しかし場外でのドロップキックです ね、あれをよく置きました ね、そこが鶴田のいいところです。回復力の速さ、これはもう抜群です。ジャンボ鶴田、試練の10番勝負の3試合目、果たして現役のチャンピオンを打ち破ることができるかどうか。2本目は非常に苦しくなりました。ボディーパンチを打ちます。エルボーバット、エルボーバット、正面を向かせてエルボースマッシュ、エルボースマッシュ、いい角度で決まりました。対角線上に吹っ飛ぶテリーファンク。さあこの辺で体を入れ替えるかどうか。大きく放り投げました、フットスタンプ。今度はエルボーバット、場外に飛び降りました。チャンピオンが飛び降りました。セカンドにいるボブ・バイゲル、何やら抗議を申し込んでいます。これはもう当然認められません。チャンピオン肩なし。さあ今度はまた有利な立場に立ちました。ジャンボ鶴田であります。おっとトップロープを利用するか。ロープ越しのブレンバスター、ロープ越しのブレンバスターと見せた。これは高度の技、チャンスが訪れた。ストレート勝ちも夢ではない、相手は世界チャンピオンだ。さあ52代目になるか、52代目でのカウントが始まる。カウントは2だ。惜しいですね、マサ、ね、52代のチャンピオンのチャンス。大きいハンマースルー、コブラツイスト、コブラツイスト、入れ替わるか。いつの間にかテリーファンクが攻撃に回った。あった、あとクレイドル、ローリングクレイドル、ローリングクレイドル、いったいった、イリースが止め、イリースが止め、3回転、3回転、3回転、危ない危ない、そのままホールドされる、いったいった、あーっと取られた。ローリングクレイドルホールド、ジャック・ブリスクを破った技、2本目とうとう引っかかってしまいました。しかし不用意でしたね、鶴田君がね、コブラツイストに入ったの、あそこまで見えたんですがね、完全に逆転されました ね、鶴田君の方からコブラを仕掛けたんです。本当に有利に立ったジャンボ鶴田、しかしローリングクレードルホールド、結局は1対1、ハイスコア2試合がもつれ込みました。いやー、やはりありますね、すごいですね。見事に見せました、4回転のローリングクレードルホールド。結局このホールドによりましてスコアの方は1対1でございます。いよいよ面白くなってまいりました。試合はいよいよ3分目であります。世界最高峰、最も価値あるチャンピオンベルトを狙います。ジャンボ鶴田、しかしさすがにテリーファン、はい、あのローリングクレイドルホールド、あまりのうまさに声もなしですね。本当ですね、山田さん、これはまあ、はい、プロレスリングでは大変にあの古いテクニックでね、あの通称オクラホマヘイライドとも言われてますけれども、さすがなもんですね。生き返りましたチャンピオン。今のはもう抱え投げというかデッドリドライブ、そうです、そういった感じですね、殺人投げですね、がぜん蘇りましたチャンピオンのテリーファンク。い
やはりね、自分の18番技で一本取り返したという気持ちは大きく危ない、はい、あっといった。今度はコブラツイスト、さっきはこの体勢からローリングクレードルに持っていかれました。相当な冒険ですね。冒険ですね、同じ技を仕掛ける。ここがいいところだ、ここがいいところだ。ジャンボ鶴田、同じ技で今度はフィニッシュしようという心意気。これは変えますが ね、 そうですね、あんまり深追いすると危ないですね。足はフックしている。テリーファンクの腰もちょっと高くなっている。この位置ではまだ大丈夫です。この位置では大丈夫だ。徐々にロープに寄ってきた、ロープに寄ってきた。セコンドのガイゲルが大声を上げる。さあどうだどうだ、さあどうだ。あっとテリーファンクの手がセカンドロープにつきました、セカンドロープにつきました。放り投げられたのはジャンボ鶴田、ちょっと打ちどころが悪かったんでしょうか。う、ね、あとガイゲルが一撃を加えました。リングの中、チャンピオンのテリーファンク、なかなか起き上がれない、起き上がれない。ジャンボ鶴田、いよいよあの激しい気象、テキサスの気象を出してきましたですね。そうですね、今やっと入りました。あくまでもフェアな試合を望みます。おっとサイドスープレックスの体勢か、あっとどうでしょう。あ、いったいった、簡単に相手を投げ飛ばします。サイドスープレックス、スープレックスのお株を奪われました。どうでしょう、ジャンボ鶴田今日は一回も出してませんね。そうですね、ちょっと後手に回りましたね、後手後手に回ってますね。おっと今度鶴田が行くか、対空時間の長いサイドスープレックス、いった。1対1、スープレックス合戦1対1。カバーに入る、どうだ、3本目だ、どうだ、止まりません。カウントは2、やっぱり今の鶴田の方がひねり効いてますね。ひねりが効いてますね、対空時間も長かった。肩からぶつかってまいります、肩からぶつかってくる。スタンピング、スタンピング、頸動脈のあたり、当たり構わず打ち込みます。今度は背中にジャベルクラッチの体勢になりました。チンロックの体勢です。下からパンチですね、下からパンチですね。パープローで突き放すダブルアームスープレックス、人間風車、位置はどうだ、思い切って投げてました。ダブルアームスープレックス、人間風車に行ったぞ。さあそのままカバーに入るか、プレートこちらカバーに行けというような指示を与えましたが、カウントは2だ、カウントは2です。そう簡単にはくたばらない。おっと、ワン先落とし、バックドロップ、頭から落ちた、バックドロップだ、大技が出た。スルタの後頭部、下から打った。テリーファンクもなかなか起き上がれない。3本目の勝負、スルタ起き上がれ、スルタ起き上がれ、テリーも起き上がるか。しかしバックドロップ強烈でした。頭と頭をこすり合う、タイミング良かったですね。そうですね、後ろからのローリングクラッチホールド、どうだ、あっと崩れた、あっとさらに逆転、両方の足で突き放す。好勝負、3本目、力の入る一戦です。試練の10番勝負、本当にいい相手、3番目の対戦であります。現役のチャンピオン、テリーファンク。鶴田もやります、ひねりを加えて頭に手を添えて対角線上に放り投げる。さあ再びチャンスを見出すか、フットスタンプ、胃袋の中に蹴りを入れました。自ら力を加えます。今度はシュミット流のバックブリーカーだ、背骨折り、シュミット流のバックブリーカー、抑え込んだぞ。マハのタイムで返す、カウントワンですね、カウントワンですね、力残ってますね、おっと今度は後ろを取った、あっとあフロントスープレックス、どうでしょう、今ジャーマンスープレックスですね、ジャーマンスープレックスですか、体がそうですね、ちょっと浅いですね、ちょっと浅いですね、崩れました。3種類のうち3つ目、ジャーマンスープレックスを見せました。未完成です。そのまま抑え込みに行く、テリーファンクも口で息をしている。相当苦しい模様、鶴田以上に苦しいですね、チャンピオンも。そうですね、今度はサイドヘッドロックに飛びます、サイドヘッドロックに飛ぶ、大きくロープに飛ばす、ジャンプした、あっとおっとおっと、今のは何でしょう、山田さん、ちょっとおっとあっとちょっと隙があった、隙があった、片指だ、片指で取られた、喉のあたりをちょっと今蹴られましたね。そうですね、そして喉を大事に押さえているところ、一呼吸を置いたところ、そのまますかさず片指に捉えられました。結局2対1、テリーファンクに敗れました。その前に見せた技はちょっとね、一瞬ね、分からなかったんですね。ジャンボ鶴田は何を仕掛けようとしたんでしょう。あの体当てに体ごとぶつかってダイビングボディープレスで見せようとしたんですかね。ね、
ちょっと分からなかったですね、はい、しかし喉を押さえていることは確かでした ね完全にダウンしてましたね、はい、完全にダウンしたところちょっと深呼吸1番間を置いたところすかさず抑え込みました。テリーファンクの勝ちであります。タイトル防衛になりました。タイトル防衛になりました。テリーファンク、あっと喉を押さえてます ねやはり何かこの喉のあたりに一撃を食らったものと思われます ね、はい、はっきりと私どもは見ることができませんでしたが、テリーファンクの膝が当たったのか、あるいは手が当たったのか、肘が当たったのか、その辺ははっきりいたしませんが、ちょっと隙を見せた瞬間すかさず抑え込みに行きました。見事テリーファンク防衛であります。再び黄金のチャンピオンベルトがテリーファンクの胴に巻きつかれます。いやー勝てなかったですね。そうですね、本当にねいい勝負だったですね、しかしね、まあ本当にこれだけ世界最高の王座、はい、奪うのがいかに難しいかと、はい、いうことはこれではっきり分かりましたね。そうですね、山田さん、第3戦もテリーに敗れ、第1戦2戦引き分け、いよいよ4戦はビル・ロビンソンというような話が決定したようです。そうですね、なんとか4戦目あたりで勝機を見出してほしいというのがジャンボ鶴田のファンの気持ちじゃないでしょうか。そうですね、まあ、本当にね文字通り茨の道、試練の勝負が続きますね、はい、しかしねこの中からジャンボ鶴田が大きな教訓をつかみ取ってですね、一歩一歩世界のね超一流の座を目指すと、これが本当の試練の10番勝負だと思いますよ。はい、ビル・ロビンソンを想定しますとどういう風に予想されますか。いやこれはやはりねもうテクニック対テクニックのね、もう火花を散らす好勝負になると思いますね。あなるほど、これも楽しみですね。そうです、これももう本当にね、はい、日本のプロレスファンにとって、そして世界のプロレスファンにとってこんなフレッシュなカードはないですよね。そうですね、7月から始まりますサマーアクションシリーズでビル・ロビンソンがやってまいりまして、試練の10番勝負の4番手のチャレンジャーとして決定しております。いやいい試合でした、いいタイトルマッチでした。堂々と勝負を挑みました。ね、ジャンボ鶴田、チャンピオンのテリーも褒めたたいてますね。そうですね、テリーもこれでタイトルを奪取してから海外に出たのは初めて、海外での初めてのタイトルマッチ防衛に成功したわけですね。そうです、嬉しさもひとしおでしょうね。やはりね相手の鶴田が強敵で、もうとことんまで食い下がってきた、それを引きちぎって防衛した、それだけに喜びも大きいでしょうね。そうですね、黄金の大トロフィーを就任いたしましたテリーファンクであります。付き添いのボブ・ガイゲル選手も非常に嬉しそうな表情です。まだ喉のあたりを抑え込んでますね。そうですね、ちょっと心配なジャンボ鶴田、しかし若いですからね。そうですね、このぐらいのことにはもう体ごとぶつかっていった時に、はい、カウンター気味に何かを喉へ食ったと、いうことでしょうね。そうでしょうね、胴に巻きつかれました黄金のチャンピオンベルトです。アメリカを中心にカナダ、日本、オーストラリア、メキシコ、その国旗が貼られております。もちろん第49代のジャイアント馬場が取りましたこのチャンピオンベルト、日本の国旗ももちろん貼られております。ジャンボ鶴田が取るかと思ったんですけれども、結局は1対1のタイスコアから3本目やられてしまいました。テリーファンク堂々の防衛でございます。まだ立ち去りがたいお客様がリングサイドを延々と20、30、40、50に取り巻いています。日本でも人気がありますね、このテリーファンクは。フレッシュな勝負をするというだけにね、ファンの人気も大変なもんですね。そうですね、もうお客様がドレッシングルームへの道を塞ぎました。日本でも大変な人気であります第51代 NWA 世界ヘビー